妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチは、レベル5より2013年7月11日に発売された、任天堂 t e ー d 3DS 専用の RPG、ゲームソフト。日本ゲーム大賞2014年間作品部門大賞受賞作品。2019年10月10日には、同シリーズ初となる、リメイク作品である。 妖怪ウォッチ1方任天堂スイッチ o s w 2021年7月10日には妖怪ウォッチシリーズ8周年として妖怪ウォッチ1スマホが発売された。本項目ではこれら2作品についても記載する。ある夏の暑い日、俺は奇妙なものに出会った朝倉ニュータウンに住む、ごく普通の小学5年生ケータ、ふみちゃんは友達との会話の流れで虫取りをしていると大森山で、 妖怪羊ウィスパーと出会い、妖怪を見ることのできる不思議な時計、妖怪ウォッチを手に入れる。日常の至るところに出没する妖怪と友達になり、時には彼らと協力して街の人々の悩み、問題を解決していく。その一方、妖怪たちの住む妖魔界では、とある妖怪によるたくらみが進められていた。ゲーム内には、 街中で起こる様々なクエストがあり、それをクリアして物語を進めていく方式である。なお、途中で特定のキークエストがいくつかあり、それを解決しないとストーリーが先に進まない。クエストをはじめ、下記の人形やオートバトルといった基本的なバトルシステムは以降のシリーズでもほぼ継承されている。経験値の蓄積でレベルアップするという 多くの RPG で採用されているシステムを取り入れている。基本的にはバトルに参加して経験値を蓄積していくが専用アイテム、経験値玉を用いたレベルアップも可能である。レベルの最大値はいずれの妖怪においても99。レベルアップに伴って能力値も上昇するが、後日の通り行動パターンに関する性格によってレベルアップ時の上昇率が異なる。 バトルにおける妖怪の能力は HP、力、より良く、守り、素早さの5つからなる。妖怪の性格には、真面目度に関する性格と行動パターンに関する性格の2種類がある。真面目度に関する性格は、ダメダメ、ぐーたら、気まぐれ、真面目、超真面目の5段階がある。いずれも、超真面目に近くなるほどサボる確率が低くなる。妖怪を、 友達にした直後は最低段階であるが、バトルに参加したり、アイテム、真面目に生きる本を使用することで、真面目度を上げることができる。行動パターンに関する性格は、専用のアイテムを使用することで変更することが可能である。また、レベルアップ時の能力上昇も、行動パターンに関する性格によって変動する。6体の妖怪のうち、3体が前衛。 三体が光栄となり、基本的には、前衛の妖怪が、自動的に攻撃やガード、取り付き等の動作を行うオートバトル形式。真面目度の低い妖怪はサボって行動しないこともある。バトルで倒した妖怪はランダムで、友達契約を希望してくる場合があり、妖怪メダルをもらって召喚できるようになる。このか、妖怪ガシャを回すことや、妖怪メダルの読み込み、ストーリー上で必然的に、 友達になる妖怪などもいる。また、前衛に同じ種族の妖怪が2体以上いると、人形が発動することによって、妖怪のステータスが上がる。どのステータスが上がるかは人形によって異なる。ゲーム機のローカル通信やインターネット通信を用いた、プレイができる。ゲーム内のマップ移動中に突発的に起こるイベント。赤鬼と廃家の見回り機が現れ、主人公を追ってくる。 主人公は赤鬼に捕まらないようフィールドからの脱出を目指す。フィールド内には限定の宝箱あり、そこからレアアイテムを収集することが可能。画面右上にあるウォッチに3、2、1と表示されてから発生する。捕まると鬼と戦闘になる。鬼に勝利時は見回り行きも全部消滅する。なお、スイッチ版ではこのマップにいる際に唯一脱出時にスタミナを消費する。 フィールド上に現れる指名手配妖怪を捕まえると、パスワードを受け取り、3回逮捕すると、レアアイテムがもらえる。あとの、2、3にもルールを変え登場する。3DS 版のみに実装。本体のカメラで撮影すると画像に妖怪が現れ、その種類によって、アイテムがもらえる。 妖怪ウォッチ1方ニンテンドースイッチは2019年10月10日に発売された妖怪ウォッチ第一作のニンテンドースイッチに触板。プラットフォーム変更に伴い HD 画質の一画面となり、インターネット通信対戦機能やキャラクターボイスなどが追加されている。連動玩具は妖怪ウォッチ4僕らは同じ空を見上げている。妖怪ウォッチ4同様に妖怪アーク。 デラックスあやかし政権シリーズ、妖怪 Y メダルであり、いずれも NFC 対応となっている。連動は、ネオ YC チップ企画の玩具に限られ、QR コードのみの妖怪メダルや、ドリームメダルトレジャーメダルは使用できない。妖怪ウォッチ1スマホは2021年7月10日に発売された、妖怪ウォッチ第一作のスマートフォン移植版。当初は、 妖怪ウォッチフォースマートフォンのタイトルで2016年秋にアプリ配信予定だったが2017年春延期を発表その後も延期が重なった後にタイトルを変更した上で2021年7月10日に配信を開始した一人プレイのみ対応し通信対戦の要素は削除連動玩具は4及びスイッチ版と同様したがって連動には NFC 対応のスマートフォンが必須となる。妖怪ウォッチ1法 Nintendo s w i に関するカテゴリー。妖怪ウォッチ1スマホに関するカテゴリー。ありがとうございます。